僕は富谷さんの関西人のとこが好きです。以上です。ありがとうございます。トミー結婚おめでとうございます。代々木のですねマンションで2人で話したのをすごく覚えています。遠距離恋愛は先をきちっと決めて向かわないと難しいよと。僕はそれで一回失敗しているんだから、ちゃんと先のいついつ結婚するとかいついつするっていうのを決めないと俺は別れてしまうんだよと言って、その時ちょうどですねトミーが彼女と別れてですね辛いっていう話を聞きました。でもですねトミーがまた復活をしてですね結婚に向かったっていうのを聞いて嬉しく思いました。私も頑張ります。トミヤ君、結婚おめでとうございます。いろいろ思い出はあるにせよ、多分一番こだわってたのは月に1回、彼女に髪を切ってもらいに大阪に帰るために頑張ってるから、いうことを、常に彼は強調したなと思ってます。そんな彼女とですね結婚ができるということで非常にめでたいと思いますが、これからが、正念場だと思いますので頑張ってください。以上。トミー結婚おめでとうございます。トミーは責任感がすごく強くて、夜中までというか明け方まで作業をしてきっちり終わらせてるっていう、そういうすごい真面目な姿勢を持っている人だなと常々思ってます。仕事もこれからもますます大変になると思うんですけど、香織さんと一緒に幸せな家庭を築いてきてください。トミー君結婚おめでとう。入社した時はまだまだ、若いなというふうに感じていましたけれども、今ではもうファイナンス営業本部の方でもかなり多くの案件を使っていて、ただそれでも全て投げ出さないという素晴らしい責任感を持って営業マンになっていると思います。これからも家庭を守ってですね、しっかり頑張ってください。以上。トミー結婚おめでとう。トミーと清水と、僕で飲みました。その時ですね、僕は結構酔っ払っていてですね、かなり激しい、ことを言いました。その時のですね、トミーの、真剣に部を思う気持ち、俺がファイナンスなんとかしちゃうみたいなですね、気持ちがすっごく伝わってきました。続きですね、部もそうですが、設定にも盛り上げてほしいというふうに思います。トミー結婚おめでとう。まずおめでとうございます。僕が入社しての変化といえばですね、いろいろとまあ、するとこ忘れたかなということで、ついついですねこうやって喫煙室に来てですねタバコも吸うようになりまして、もうちょうどおめでとうございます。まず、おめでとうということでモノマネからやらせていただきたいと思います。トミヤの結婚式を聞いた佐々木家のマスオさんの真似から。トミヤ結婚するんだって。トミヤ君とは1年目は結構仲良くてですね、トミヤの家に金曜日泊まりに行って、で土曜日そのまま2人で世界と宇宙人ライブ叫ぶを見に行ってですね、3年以上前の話なんですけど、そこから付き合ってる彼女と結婚できるということで、一緒にスノーボード行って落としたスノーボードもこれで報われたんじゃないかなと思います。おめでとうございました。トミー結婚するんだって。はい、トミーおめでとう。同期であんまり絡みはないけど絡みないまたこの前みたいにたまにはみんなで集まって飲みに行こう。あとあんまり悪さしないでね。おめでとう。じゃあね。ご結婚おめでとうございます。トミーとの思い出は飲んだだけで、トミーは寝るで、メガネを取るので結果誰だかわからないっていう思い出が一番強くて、それ以外の思い出はあんまりないので、かおりちゃんはメガネを取ったトミーでもトミーとして認識してるのかだけを聞きたいなと思います。幸せに。トミー、かおりちゃん結婚おめでとうございます。僕よく、一緒に海に行かせてもらうんですけど、
海の中にいるとさすがにトミーもメガネをしてないのでいつもどこにいるかわからないって僕はトミーによく言います。なんで、会社でも家庭でもね、もっともっと存在感のあるように、仕事も、生活ももっともっと頑張ってもらえればなと思ってます。トミー頑張れ。トミーさん結婚おめでとう。はい、今度結婚の仕方を僕に教えてください。はい、僕はサーフィンをあなたに教えてあげましょう。乾杯。トミーが結婚だよね。トミーは結婚だよね。了解。ちょっと緊張しちゃう。オニオニオまだね。トミー、お誕生日ちょっと言いなさい。あのオニトミー、お誕生日おめでとう。あ、間違えた。トミー、トミー結婚。あ、もうわかんなくなっちゃったよ。もうよ、頑張って。トミーおめでとう。お宅のボスも来週誕生日じゃねえか。結婚式です、幸せになってください。トミヤ君結婚おめでとうございます。聞くところによると遠距離恋愛を超えて、結婚だというふうに聞いております。私の知ってる限りでは遠距離恋愛を乗り越えた夫婦はですね、非常に円満でうまくいくと。なぜならばうちがそうだからです。結婚を超えて半人前、子供ができて一人前と言います。これで君ももう結婚しますんで、結婚してない先輩にですね、さらりと先輩まだ半人前ですねと言っても多分いいんじゃないかと思います。どうぞお幸せに。富谷君おめでとう。関西人が結婚するってやっぱ嬉しいな。奥さんも関西人らしいね。毎日あのボケとツッコミのおもろい夫婦を楽しくやってね。できれば1週間に1回、たこ焼きかお好み焼きをやってくれると僕は嬉しい。ぜひご招待してください。よろしく。Please hang up and try again。富谷さん、かおりさん、ご結婚おめでとうございます。マネーパートナーズ中川です。秋月です。富谷さんとの付き合いは広告代理店と担当者っていう付き合いでもう 3,4 年の付き合いなんですが、だいたい富谷さんがうちに来られたのは週に1回ぐらいで、ミーティングを行っていて、富谷さんは、打ち合わせにはですね、必ずと言っていいほど遅刻します。ただ、遅刻してもですね、たまに遅刻してます。毎回提案していただくんですが、もうそれもビシッと作ったエクセルの1枚で、全然5分で作ったようなこうエクセルシートで雑なんか超なんか雑なんですけども、それでも当社の中身が良かったんでしょうね。業績良くてですね、もうどんどん右肩上がりで業績伸びて、これも一重に富谷さんのおかげですので、これも、ありがとうございます。かおりさん、このようにですね、仕事はとってもできる富谷さんです。長くお幸せに。